ユーストリームを使って全世界に向けて発信、格闘技の力。そうです、実は今日なんと今日からの新番組ということで、はい、たくさんの人に集まっていただきまして、ありがとうございます。はい、この番組は三軒茶屋の、ファイティング居酒屋北東北というお店から生放送でお送りしております、TV ライブオンラインがユーストリームを使って全世界に向けて発信する参加型公開生放送番組です、公開放送は、観覧料1000円で見れますので、ぜひお近くの方は遊びに来てください。はい、ということで始まりました格闘技の力第1回目、 MC の森本聖華です。よろしくお願いします。嬉しい。ありがとうございます。はい、そして出演者の皆さんです。平田さんお願いします。はい、僕からですかね。はい、ネクストステージで格闘技を盛り上げるという団体で平田と申します。よろしくお願いします。こんばんは、あなたのハートをペロリンチョマップミキティです。ですね、タレント兼今女子プロレス団体スターダムの練習生としても、プロレスデビュー目指して練習してます。よろしくお願いします。私は、女子格闘家の、ななちゃんちんと言います。よろしくお願いします。ただこの面々でお送りするんですけども、皆さんも現役でやられてる方もいらっしゃるということで、ちょっともうこの風貌から想像できないですよね。ねえ、この二人ともそうですよ。そうですよ。そうですよ。ちっちゃいですよ。絶対は私よりだってこうムキムキになるわけですよ今から。頑張ります。プロテイン毎日。そうだって結構始めたばかりなんですもんね。そうテスト前ですからね、プロテスト前。デビューする前ですから。デビューできるかどうかね。こんなキュートなね。戦えたら皆さんもどんどん格闘技も盛り上がっていくんじゃないでしょうか。はい、ということで今日もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、先ほども紹介したんですけども、こちら三軒茶屋から徒歩3分のファイティング居酒屋北東北というお店なんですけども、こちらの店長の高橋さんお呼びしたいと思います。店長、店長。はい、店長の高橋さん。マッチョですよ。よろしくお願いいたします。そうなんですよ、今マッチョって出てますけども、はい、高橋店長もなんと、はい、ボクシングを13年ぐらい。すごい、13年もやられてるんですか。13年。今も現役で。今はちょっと3年ぐらい退いて、また復帰を目指して。お、すごいじゃないですか。こちらファイティング居酒屋ということなんですけども、本当あのね、このカメラさんの後ろなんですけども、このあーサンドバッグがありますね。サンドバッグが見たい、置いてあったりとか、あのパンチンググローブグローブもご用意して、まあ、素晴らしい。あ、じゃあ体験できるんですね、このお店に来て。全然僕も教えてくれはるんですか。もちろんです。おお、素晴らしい。やっぱりそういった、あの目指してる方だったりとか、実際ね元気でられてる方とかがやっぱ集まったりするんですか。はい、あとは、まあ、触れる機会がないとかいるじゃないですか。いますよ。だってその人たちもめっちゃハマってくれるんですよ。そうですよね。ストレス解消に。そうです。そう、私なんかもう本当に機会がないので、ここに来ればいじってね、ガンガンできると。ストレス発散で。本当ですか。じゃあストレス溜まったことに来ても。はい、ストレス溜まった方はぜひ。ね、本当に。でも本当に普通にいろんなお酒の種類もあったりとか、はい、ね、お料理もどんなお料理が。あ、料理は、まあ、いっぱいある。北東北ってちょっと名乗っちゃってるんですけど、ね、料理は北東北の料理ちょっと少ないですけど、はい、ここのメインなんとたこ焼きなんです。そこにほら書いてあるから。全然東北違いますよ。ちょっとフェイクですよ。タコッチュー。皆さんギャップに惹かれるって言うじゃないですか。言います。男性もギャップですからね。なるほど。そんなギャップのある。ちょっと違う。平田さんはどんなきっかけでこちら。ですね、僕はツイッターで、この店をつぶやかれてるたまたま見まして、それで、この格闘技の力の舞台にはもう持ってこいじゃないかと思って飛び込みできて、店長さんがもう全然もうウェルカムですということで、ありがとうございます、はい、ね、本当、ね、この番組のコンセプトとして本当格闘技マジで盛り上げていこうっていうね、はい、思いが強いので皆さんで盛り上げていけたらと思います。はい、はいはい、ということで、じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、ということでね、この番組チャットで
あの皆さんとおしゃべりをして進めていこうという番組なんですけど、はい、ですね、今視聴者の方ちょいちょいちょい通さんとゲネラル、ね、うん、そうですね、はい、12345678903、ありがとうございます。はい、ね、それでスーパーさんがベガネットからって、ありがとうございます。この前にねやってた番組から来てくれた、ありがとうございます。ね、この番組もめちゃくちゃ盛り上げていこうと思うので、はい、皆さんで頑張りましょう。はい、はい、ということで毎回ね、こちらの番組はですね、ゲストをお呼びしてそのゲストの人柄、そして魅力をお伝えしていこうというね、番組にしたいと思ってます。格闘技に興味のない方も詳しい方もみんなに楽しんでいただけるような番組にしていきたいと思っております。ということで本日のゲストを紹介したいと思います。菊野克典選手です。圧迫感感じる。椅子こさないでください。大丈夫ですかね、これ。いや、やっぱね、よし、すごい、でかい、でかい、幅取りますな。そうですよ、結構あの私も女子で大きい方なんで、なあのね、見えてるのが見てください。すいません、親子ほどの、いや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 、なんですけど、いやいや、ね、そんな菊野克典選手です。イエーイ、菊野克典選手はズバリどの格闘技をやられてるんですよね。そうですね、もう見るからに選手ですもんね。はい、いろいろ格闘技といってもいろいろとあると思うんですけども、はい、その中では、はい、自分は総合格闘技といって、まあ、はい、殴っても蹴っても投げても締めてもいいっていう。そっか、はい、どんな技も OK っていう。そうですね、はい、ですね、その選手なんですよね。もう本当いろいろツイッターとかもいろいろ見させていただいたんですけども、もうフォロワーさんもすごいたくさんいらっしゃいますもんね。ありがとうございます。おかげさまで。その菊野選手はですね、平田さんと結構長いお付き合い。あ、そうですね。あの僕がこのネクストステージっていう活動を始めるきっかけになって、はい、一番最初に協力してくださったのは菊野選手なんですよ。なるほど。はい、すみません。あ、どうも、ね、大丈夫です。ネクストステージという代表なんですもんね。はいはい、あ、はい、すみません、ね、代表を務めさせていただいてます。もっと自信持ってくださいよ。ね、もし初めての方だったらね、ググればというか、なんて言うんだろう、ね、出てきてもね、はい、いろいろググっていただければ、はい、そちらのネクストステージを立ち上げた当初からのお付き合い。はい、そうですね、協力していただいたり、いろいろ、はい、そうなんですね、はい、はい、やっぱ今格闘技自体が一時期と比べるとこうあんまテレビとか減っちゃったんですけど、うん、確かにそうですよね、はい、そのファンっていうんですかね、格闘技好きな人たちが 自主的にこう盛り上げようっていうやってくれてるんですよ、仲間をこう盛り上げて、はい、はい、で平田さんも自身でもやったんですか。まあ、耳見れば、すごい、あ、ほんまや、まあ、そうなんですよ。あの僕だからあのもともと違うジムにいたんですけど、菊野さんとそういう接点を持ちたくて、菊野さんの所属してるアライアンスに入った。それがきっかけなんです。でちなみにですね、ちなみに、僕は今着ている T シャツ、このアップテッドっていうのも、はいはいはい、同じようにそのファンの人たちが、一緒じゃないですか、そうなんです。ちょっと立ってもらえば見えないかな、パソコンでかぶっちゃう、はいはい、大阪の方でこれ活動しているファンの人たちがやってる団体なんですけど、はいはいはい、アップセットっていう、これもあの僕とそのネクストステージと同じようにファンの人たちで盛り上げようという活動をやってる団体。そうなんですね、はい、今日の菊野さんも来てらっしゃいますが、いや本当にありがたいですね。そういうふうにファンがこう格闘技盛り上げようって動いてくれるのってものすごい嬉しいし、力になる。そうですよね、実際戦ってる身としては、はい、やっぱりそういう人たちあってのねっていうのがありますからね、はい、この番組もやっぱりそうじゃないですか。別にイベント側がやってることじゃなくて、はい、そのファンというか、うん、格闘技好きな人たちがやってることなんで。そうですよね、すっげえ力になると思いますね。イエーイ。もうなんかすごい、ね、で番組始まってまだね何分10分も経ってないのに早速熱いトークをしていただいたんですけども、しかもですね、はい、まだ始まって10分経ってないのに、はい、言うたらあかんようなチャットをいただいてます。何でしょう。夜の寝技も強い。出たこれね、ベガネットからの。ちょっと、ちょっとちょっとダメですよ、そういう質問は。じゃこういうのじゃあ、ここに取っておきましょうかね。すいませんね。すごい、なんか臨機応変に対応していただける。視聴者の方もいろいろ増えてます。K-1 ウェブシンさん、山崎ひろみさん、ひろみさん、はい、あ、山崎さん耳が素敵っすらしいです。そうですよね、ね、
ちょっと触らせてもらったらどうですか。え、これってどうなってるんですか。すごい、すごい、触ったことないですか。ないです、ないです、ないです、ないです。いや、もうカチコチですよ。カチコチ、カチコチ、うわえ、これ何、中身なんですか。なんか飴ちゃんとか隠クリームが入ってるとか。飴ちゃん、え、なんですか。ラクダじゃないんだよ。血とか液とかなんかが固まってるらしいです。で軟骨化するらしいですね。え、そう、血とか液が固まってなんか軟骨化するらしいです。これあれなんですよ、こう固まるまでめちゃくちゃ痛いんですよね、これ。そうですね。え、初めはグニョグニョなんですか。グニョグニョです。で注射器で抜けるんですけど、はい、また次の日練習したらまた溜まっちゃうんで、諦めるんです。なんか要は膝に水が溜まるみたいなもんですかとはまた違う。いや、まあでも、うん、多分だ、まあ、みたいな。ありがとうございます。いいですか。あ、どうぞ。あ、なんかすごい。ここやっぱ耳なんですよ、タブだから。そうですね。こっちに行くと、はい、本当だ、本当になんかこの焼き鳥の軟骨みたいなカリコリ感がありますよね。すごい、もうこれ努力の。これあれなんですよ、本当に固まるまで T シャツ脱ぐのでも痛いですよね、これ触る。そうですね、寝返り打ったら目が覚めるとか。そうなんだ。私たちそういうのも分からないですからね。でもこれから、え、ナナちゃんじんさんはならないんですか。なってないですね。本当ですね、なってないね。これ結構寝技とかをやっていくと私今そうですね、ギューってやるとこでやってるんで、深岡深岡のとこでやってます。なるほど。でも飲み屋さんとかではすごい便利っていうか、向こうがもう格闘家って分かってくれるんで、はい、そうですよね。名刺代わりになる。あ、これ銀が売られないですね。まあ売られたことはないですね。誰も言いませんよね。なるほど。耳一つにしてもらって、ほら、私とかにしたらもう何もわからないから、そんなにね、痛い思いをしてのこれだったっていうのが ね、チャットいただいてますよ。びっくりです。努力の結晶やね。そうそうそう、柔道家とかよくなってるよね。そうですよね。耳が素敵っす。そうですよね。ほんと名刺代わりとおっしゃってましたけど、ね、じゃあそんな菊野選手にいろいろと聞いていきたいと思うんですけど、まずはね、格闘技との出会いというのを聞いていきたいと思います。はい、はい、菊野選手はズバリ今1981年生まれですよね。はい、なので現在30、今年1になるんですね。31歳。まだまだですよね。おいくつの時からその格闘技を始められたんですか。僕は中学校の柔道部からですね、部活で。そうなんですね。はい、13歳。そこは迷わずも柔道部に行こうと思ったんですか。そうですね、もう元からこう体格が良かったんですけど、もうジャッキー・チェンだとか、うんうん、ドラゴンボールだとか、はいはい、もうそういうプロレスとかの延長で、はい、あの柔道部に入ったんですね。そうなんです。ドラゴンボールとかそういったヒーローに憧れてっていうのが、うね、なんか強さへの憧れはありましたよね。すごいね。プロレスごっことかもしてましたし、カンフーごっこしてカンフーごっこもやってましたね。ご兄弟はいらっしゃる。兄貴が3つ上にいるんですけど、だから兄貴とよくやってましたね。そうですよね。いつも負けてましたけど。いつも負けてた。そうですね。ごめんなさい、ちょっと話がまた飛んじゃうんですけど、はい、今やったら勝ちますよね、絶対。そうですね。やっぱ柔道とか始めて、多少僕の方が体格良くなってくると、はい、喧嘩をしなくなりますね。お兄ちゃんビビっちゃって。やっぱこっちもちょっと気を使 う、 あ、そうですね、お互いに多分。そうなんですね。じゃあその中学生の時に柔道を始めて、はい、それで高校に入ってからはもう柔道部で、ずっと柔道部で、で高校まで柔道をやって、6年間柔道やって、それから極真空手っていう空手を5年間、23歳までやって、はい、で今総合格闘技が7年になりますかね。すごい。でも総合したらもうだから何年ですか、18年ぐらい、人生の半分以上も戦ってはるわけですね。そういうことですよね。半分以上ですよね。はい、すごいな。そのいつからも選手になるとかプロになろうというか、一応部活でやってったわけじゃないですか。ですね、はい、高校3年生ですね、その格闘家になるって決めたのは。え、何かそれきっかけがあったんですか。僕が柔道で、うん、はい、まあ、そこそこ強かったんですけども、で最後の引退試合で、はい、自信満々に出場したら、はい、2回戦で1年生に負けたんですよ。あれ、僕3年生ですよ。最後引退試合で1年生に負けて、まあ、ちょっと惨めな思いをして、で僕進学校にいたんで、周りみんなもうめっちゃこう受験モードなんですよ。でみんな将来に向かって進んでて、僕は何がしたいんだろうって考えて悩んで、で悩んで、あと自分のすごく仲良かった友達、僕3人組でいつも行動してたんですけど、中学校の同級生なんですけどね、その中の2人が、はい、
2人がコンビ組んでお笑い芸人になると言い出して、マジですか。はい、でなんか僕だけ特にその時は有名がなくて、ちなみにそこ3人でやろうってなんなかったんですか。3人でやろうよみたいな。残念ながらそういう才能なかった、まあ、なかったんですけど、まあなんか2人がこうビッグになるっていう夢を語ってきて、なんかこうね、親友2人がそう言ってなんか自分だけなんとなく生きるのは嫌だなっていうのがあって、で僕もやっぱ格闘技好きでしたし、その柔道で負けてすごいなんか中であったし、当時プライドって格闘技のでっかいのがテレビでやってたんですよね。ガンガンやってましたよね。あーすげえなって、もうなんかここで戦いたいなって思って、でもそんないろいろでガチャってこう格闘家になることになりました。すごいですね、その悔しい思いだったりとか、 そうですね、その親友の、ね、夢だったりとか、はい、そういうのが勝って、そうですね、高校生の時に夢見たわけですね、はい、素晴らしいですよ ね、 なんか皆さん高校生の時の夢とかってありましたか。なんか逆に奈々ちゃんちんは高校生の時から同じく、あ、私もでもリング上がってみたいと思ってました高校生の時から。はい、もう子供の頃からですね。何か分かんないけど、じゃあきっかけは、きっかけはですね、そのなんか女子格闘技がもうできるっていう時だったんで、自分から行ったんです。だって奈々、はい、ちゃんちんってできますって言って、ね、そう、これで見ても分かると思うんですけども、うん、身長が何センチでしたっけ。143です。かわいいですよね。いや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 、だからまさか上がれると思わなかったんですけど、もうできますって言っちゃったんで、いやすごい、そこはもう男ですよね。そこの気持ちが強いですよね。さすが格闘家で、強かったです、その時は。そうなんですね、やっぱ皆さんも結構昔からね、こう夢見てっていうのがね、あるんですね。その高校生の時に夢見たものが、今ずっと続けてるわけですよね。そうですね、なんとか続けてますね、本当に。いやいや、なんとかって、ね、なんとかどころの騒ぎじゃないですか。格闘技以外僕三日坊主なんですけど、例えば何ですか。もう何でもですよ。例えば何ですか。じゃあ、早起きでもです。ランニングとか練習とかでもそうなんですけど。ランニング。いやいや、もうやるって決めて3日でやりますよ。自信を持ってやめますと言ってますけど。基本的にはもう三日坊主ですね。でもやっぱり一つだけこう軸があるというか、これだって決めたものに対しては、いやもう良かったですあって。ね、逆にそれはもう人に負けないぐらい絶対やるぞっていう。そうですね。これだけは本当に負けたくないですね。すごいですよね。その一本の軸がもう見るからに伝わってきますよね。頑張ります。なんかね、熱気がね。そうですよね。ねえ、今練習ってね、途中でおっしゃってましたけども、はい、続いて努力の力ということで、日々の努力というか、日々の努力で自分で言うのもね、なんか努力してます。日々の練習とか、はい、そういったメニューをお聞きしたいんですけども。はい、まあ、基本的に僕アライアンスっていうジムに所属してるんですけど、高坂剛さんっていう、まあ、本当に格闘技のパイオニアの方の道場にお世話になってて、はい、でそこで猛者、まあ、たちもう選手たちが集まって、スパーリングをするんですよ。ガッチャガッチャ。なるほど、ガッチャガッチャ、はい、それが基本的にベースの練習というか、それがスパーリングをまず1時間半とか2時間ぐらいやるんですよね。そこで殴り合って、殴り合って、はい、であとは結構それぞれの選手がそれぞれに自分のやりたいことをやるんですけど、例えばボクシングが好きな人はボクシングやったり、柔術が好きな人は柔術をやったり、こう自分の足りないところであったり得意なところを伸ばすために練習するんですけど、僕は空手がベースなんですよ。なので空手を、はい、今僕は沖縄拳法っていう空手を勉強してるんですけど、それをもう一生懸命今スパーリング以外の時はずっと空手の型をやってますね。沖縄拳法っていうのは、はい、そういった格闘技、名前の、そうですね、まあ、空手ってものすごいいろんな派閥というか、なんですか、流派が多くて、多いので、もうそんなのややこしいから、はい、沖縄の憲法っていうふうにもう、はいはい、まあ、簡単にしようってことで、もう何とか流とか何とかしないで、はい、沖縄の憲法っていうものにしようってことで、はい、そうなんですね、そういう名前をつけてされてるんですけど、まあ、やってることは、まあ、要は空手ですよ。なるほど。その古来の空手をされてる、だからルールとかそういうものはないんですよ。そうなんですね、はい、まあ、名前としてくくってあるんで、そうです、そうなんですね、はい、はい、菊野選手って、はい、あれ、あの、はい、大変です、はい、映像の音声も流れてない、配信されてませんらしいです。え、なんで、え、 KK
K1 ウェブシンさんね。結構ね、茶田さん増えてますけど、うん、流れてますか。はい、はい、皆さん、続きます。大丈夫ですか。はい、いいですか、はい、僕のさっきの話の続きをしていいですか。はいはい、で菊野選手ってあの総合のルールの中で空手の技術を生かすっていうそういうファイストスタイルなんですよ。だ構えとかも全然普通の総合の選手とは全然違って、本当に空手の構えで空手の技を出すんですね。で僕はあのそのアライアスに入るまでって、はい、あのまあ、それ一応そういうキャラ作りでやってるけど、普通に練習とか総合の練習してるのかなと思ったら、うん、本当に練習とか空手の型の練習ずっと黙々とやってるんですよ。その型の、ね、練習して実践に活かせるもんなんですか。いや僕もですね、その沖縄拳法と出会うまでは、はい、型っていうのがちゃんと使えるって人と出会ったことなかったんですよ、はい、でもですね、はい、そのまあ、今年の3月にその沖縄拳法の先生とお会いして、はい、もう僕は感動してですね、衝撃を受けて感動して、もう虜です。沖縄拳法の虜、はい、こんなに嬉しいことはなかったですね。まあ、多分空手をされてる人みんなこう疑問に思ってたりすると思うんですけど、はいはい、型って何のためにあるんだとか、うんうんうん、ただ単にこうかっこよくやるためのものではなかったはずなんですね、元は。そうですよね、型の競技とかありますけど、そんな点数つけて競うようなものではなかったはずなんですよ、はい、その型をやることでその強くなるものだったはず、うん、でもそれをちゃんと僕は教わったことなかったんですよね、はい、できる先生もいなくて、はい、でもその沖縄拳法の先生の月を食らった時にもう、はい、びっくりして、今まで食らったことない、僕たくさんの人からパンチを食らって、そうですよね、長崎やって、その先生が軽く出した月にもう僕がびっくりして、死ぬ殺されると思って、軽く出した月にですか。軽く出した月ですね、はい、ちょっとでそれが型で養うっていう、で僕ももうその先生信じて稽古したら、やっぱそれ強くなってきたんですよ、月が。肩見てみたいですね。見たい、見た見た見た、こうパンと、そうだ、ちょっと見たいですね。ちょっと見た見た、ちょっとできますか。こう、ま、前出ていただいて前でできるんですか。これ肩を結ぶ、はい、そこでここで、ここで、はいはいはい、ここでちょっと、あ、スペース割りましょうか。あの、何ですか、肩のあれですね。ちょっと、はい、その沖縄拳法の最初に習う方が内藩地っていう方なんですけども、はい、内藩地とは沖縄の内藩地、まあ、ちょっとわからないですけどね、内藩地っていう方があって、はい、まあ、要は威力っていうのは重心の移動なんですよ。筋力じゃなくて重心をいかに相手にドーンとぶつけるかが威力なんですけども、それを突き詰めて練習していくのがその内藩地っていう方なんですよ。でまあこういろいろやっていくんですけども、はい、内藩地突きっていうのがあって、はい、まあ、こうやって打つんですよ、はい、これさ初めて見たら何やってんだと思いますね。全然なんかパワーなさそうじゃないですか。そうだ、ね、痛くなさそう。ましてや横に打つってなんだって思う。そうですね、普通、まあ、もう本当に素人の私から見ても前に、はい、っていう、そうなんです。それ私受けたら危ないですか。まあ、軽くだったら大丈夫ですけど、あの、これもすべて逃げていっちゃう。そうなんですよ。人の重心ってこう、こうやってこう、なんですか、たわみっていうか、はい、顔前にしたらお尻が出てるとか、そうですね、こうやってバランス取ってるんですよね、はいはいはい、それをバランスをピシャッとこう一つにしてドーンと相手にぶつけることで、はい、まあ、自分の重心をうまく伝えるっていう、はい、でそのためにはまず前後ってすごい難しいらしいんですよ。だからまず横の重心移動から勉強する。もうそこからなんですね。それの、まあ、これの内藩地突きっていうものなんですけども、はい、この拳から引っ張られて体全体がこうドンってこう相手に乗る。軽くいきますよ。軽くポンっていきますね。はいはいはい、うわっ、いや今めっちゃ言おうとしましたけど、軽くです。軽くないなんか私いらんことしましたけど、いや軽くどっさりって思ってました。マジっすか。ちょっと、はい、じゃあの軽く胸筋に力入れとけば大丈夫だ。満腹ミキティなんですけど、飛びそう飛びそう。軽くお願いしますよ。ダーッ、いってー、これ折れますね、これ大丈夫。いやこれ大丈夫じゃないっすよ。訴えたらもう勝てますよ。今の何割ですか。まあ1割2割ぐらい。嘘でしょ、皆さん
音伝わりましたか、ちょっとここに行ってもドスーンって音が聞こえましたから。大丈夫ですか、この今の瞬間切れてるってやめてくださいよ。ちょっとなってないっていうのあ、大丈夫、平田さんに刺激お願いしますっていう。いやいやいや、ちょうど来てました。余計なこと言わないでくださいでですね、ウェブシンさん、あれですよ、 T シャツアップセット T シャツだってありがとうございますって書いてますよ。すいません、の方ですか、あのソーシャルストリームの方にもコメントいただいたそうなんですけど、すいません、ちょっとこっちばっかり、ちょっと今ちょっと初回でいっぱいいっぱいのものでみんな申し訳ありません、はい、ということで、ソーシャルストリームの方、はい、ありがとうございます。森本さんから、森本彩子さんが出ると聞いてありがとうございます。すいません、内反地で、なんて読むんですかこれ、内反地で試し割りをすると、試し割りすると分かりやすい。試し割りって何ですか？あの板とか割ったりなんでしょうね。あ、でもまあ多分板とかはそんなに割れるものではないと思うんですね。多分重心の移動なんで重さなんですよね。ドーンと重いものが。もう一回見たいのは見逃してしまいました。平田さんお願いします。いやいやいや、何しか僕二枚目路線で、片番で。うわー、片番。もうこれ最初はこうやって横ので練習するんですけど、それがまあもう慣れてくるとこれで。うわっ、やった普通に痛がってますよ。なるんですよ。いや、すごい。今ので何割ですか？もう今のもう片パンですね。なんか、これほら、稲木さんの闘魂注入みたいにみんな入れてもらってる。え、すごい、いいこと、いいこと。え、マジで？これ、満腹さんの役目ですよね、これ。え、私？え、でも、なんちゃんしんさん、ただいけたはるから大丈夫なんですか？どこに、どこに。どこに。やるんですか？見切れちゃいますけど、腹ですか？せっかくなんでね。じゃあ、軽くいきます。あー、来た。え、じゃあ、じゃあ、1割でお願いします。え、1割で危ないですか？いや、大丈夫です。大丈夫ですか？どこですか？え、でも私、まさかのハンドスプリングの着地で足の骨折ったぐらい弱いんで、ちょっと弱めに。やめてくださいよ、怪我するのは。怪我はしないように。怪我しないように。片番ですか？はい。じゃあ、行きますよ。わっちぃじゃあ、皆さん、座りましょう。着席しましょう。私、腕ブランブランかもしれないです。いやー、すいませんね、サービスしていただいちゃって、はい、たくさん。僕も次回から来ないかもしれない。なくて。いや、でもすごい、もう皆さんで、今の、そのね、ダンスで平田さんにやったのだって、一番の力も出してないよぐらいの、もう、なんか、ほほいほいだよみたいな感じですから。今の頑張ってるとこ、みんな見てくれてはりますよ。え、A 子143さん、ヒーロン、Y さん、ミレイ、さん、ミレイッタ、ワンさん、オーダー、あのね、すいません、横文字わかんないんですよ。アジェンジェンさん、うん、な感じで、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。平田さん、毎回ゲストに殴られるという芸風が特別。毎週毎週怪我しちゃう。じゃあ、じゃあ、じゃあ、これ、俺、そういう芸風じゃないからね、俺。ねえ、いや、でも、確立していきましょうか。いやいやいや、それ、マップさんの役なんだけどね。被害者の会決戦となんで。でも結構、ね、こうやってファンの方とかも、はい、菊野選手、殴ってくださいみたいな人いらっしゃいますね。ああ、今後増えるかもしれないですね。いいじゃないですか、闘魂注入みたいな感じで。本当、なんないですよ、これ。僕は、その、沖縄憲法の先生が殴られて、本当に涙が出るほど嬉しかったですし、その衝撃に。で、僕以外のその空手を悩んで悩んで沖縄剣法にたどり着いて、みんな殴られるわけよ、先生に。はいはいはい。みんな感動しますよ。あの空手をやってる人は僕に殴られて感動する人は結構多いと思う。おー、すごい。すみません、全然共感できないですね。今までみんなこうそういう悩みを抱えたんですよ。なるほど。まあ、パンチと突きの違いってなんだとか。一緒と思ってました。まあ、だから僕らも何なのか分からなかったんですよ。これが、まあ、一つの答えを出してくれたんで、他にももしかしたら他の空手でものすごいこう違うものもあるかもしれないですけど、まあ、沖縄憲法の突きっていうのはパンチとは全く別物だったんで。そういうことですよね。もう感動しました、僕は。チャットいただいてます。次は青木真也さんを呼んで締め落としてもらうしかないな。なんでまあいろいろとね、マシマシだんだん、ね、出演者がどんどんいなくなってきて不詳で、この番組はギプスなんですね。そうですよ。いやでもね、だからそのもう私見てるだけでしたけど、もう痛い、もう痛いですもん。いや、もうまだ痛いです。痛いですよね。痛い。聞いてる。すごいですよね。じゃあこれからファンの方ね、菊野選手にお会いしたら殴ってくださいというリクエストがどんどん今後増えるかもしれないんでね。はい、ね、殴られた人はラッキーなことが起こるっていうね。都市伝説を。伝説ですね。僕たちがじゃあラッキーな目に遭わない。ラッキー。そうね。ラッキー。ね、そしたら皆さん、うん、ね。あと、うん、えっ、ー、とね、はい、
視聴者数増えてますよ。皆さんありがとうございます。U0514 さん、ありがとうございます。はい、こんにちは、ありがとうございます。ね、本日はね、キクの勝則選手をお呼びしておりますけども、はい、もうすごい熱気で暑いんですけど、この辺暑いです、暑いです。そうですよね。いや、本当にすごいですね。そんな日々の練習、先ほどね、聞いてる途中でまた殴ることになっちゃったんですけども、はい、そういった練習を、そうですね、毎日もう沖縄拳法の方の練習をもう1日2時間とか、やるときは4時間やったりしますね。そうなんです、はい、公園でやってますよ。不審者じゃないですか。不審者ですね。いや、本当人気のない公園があるんですよ。あるんですか。もう2時間やってても3人ぐらいしか来ないような。あ、来てますよ、キクナさん、かっこいい、殴って。おお、救急車早く。あ、さやかさんも食らっておこうか。いやいやいや、来てますよ、来てますよ、来た来た来た、終わったのでね。さやかさんがいなくなっちゃうとこの番組成立しない。いやいやいや、いやでもね、うん、怒り、パンチ、パンチより怒りがわからないように見えるのは考えすぎ方で素晴らしいですね、この。本当ですか。怒りってどういう意味ですか。ね、要は打つっていう、こう最初の動きがわからないから見えにくいっていうこと。なるほど。あ、そうかそうか。その、そうですね、動作のその入る前とかも全然普通のボクシングと違うわけですね、はい、そうですね。その要は普通だったら腰を回したり肩を入れたりして打つんですけど、こうガードされちゃうの。それが最初の動作じゃないんですね。手から先動くんですよ、沖縄拳法の突きは。そうなんだ。だからわからない、わかりにくい。怖。手から先に動くんです。手から先に動くんです。だから全く理論が違います。あの、同じ空手でも体幹から先に動くとかいうのがありますので、はいはいはい、同じ空手も流派によっては全然違う。そうでしょうね。そうでしょうし、変わっていったものも多いでしょうしね。ちょっといただきます。さっきの公演の件ですけど、はい、公演が 人いない公演なんじゃなくて、菊野さんが怖くて公演からいなくなってこないですか、その時間帯に。いやいや、あのですね、その公演の隣は保育園なんですよ。園児たちが。大丈夫ですか。園児たちに混じってやってますから、今の。すごいシュールな絵ですよ。すごいですね。うつべしうつべし。でもね、その園児たちにもね、はい、いつかなんか、お兄ちゃんかっこいいって言うんだね。いやもう全然、あの、ほとんど興味持たれないんですけど、たまに興味持った人が、おじちゃん何やってるの。あれ、おじちゃんなんですか、30歳。僕もその時ショック受けたんです。そうですね。何やってるのって、僕が、練習だよって言ったら、うん、何も言わずにパーって逃げていくんですよ。だ、興味は別にないんですよね。そのただ聞きたいだけっていう。まあね。あれじゃないですか、何やりたいのって言われてこう、ね、名言を残したブログに書かれてる。ちょっと教えてください。アンパンマンのくだりですか。そうそう、アンパンマンになりたいんだよってこうちゃんと子供目線で答えあげたんです。お兄さんはアンパンマンになりたいんだよって お子さんに聞かれて。そうですね、はい、保育園の子供に聞かれて、はいはいはい、まあ、意味わかんないです。かわいい。でお子さんは何ておっしゃってました、その時。何も言わずに去っていきました。何言ってんだこの人。ちょっといただいてます。おじちゃんって。おじちゃん、さやかさんの胸がこぼれそうですか。自分で持ち上げます、ね。はい、すいません。なるほど、そうなんですね。じゃあそういった練習を日々、はい、やってるわけですね、はい、先ほど僕は三日坊主だなとおっしゃってましたけれども、はい、やっぱ練習に関してはもう例えばもう、はあ、疲れたとかそういうのも全然ないですか。やっぱりそのやっぱ僕が好きな練習っていうか、これが大事だ、必要だって思ったらやりますね。なるほどね、自分にとって必要だと思ったら、はい、やっぱキクノさん、あれなんですね、うん、あのだから他の選手がやる、例えばさっき言ったその走ったりとか、うん、ウェイトみたいなことはやらないですね。やらないですね。なんか好きじゃないっていうのと、あの、うんうん、これで強くなるのかなっていう、こう疑問があるんですよね、自分で。なるほどね。これ走っても何の、ね、例えば身にならないと思ったら、まあ、例えば、まあ、スタミナはつくかもしれないけど、うんうんうん、それは多分ずっと走り続けないとそのスタミナ維持できないですね、はいはいはい、だからこうなるんじゃないですかね、うんうん、まあこうなるのかな、ちょっと、はいはいはい、でもちょっと走らなければまたこう落ちてしまう。まあね、そうですよね、はい、だったらやらない方がいいっていう。いや、まあその限られた時間、限られた体力でどう使うかっていうのはすごい大事だと思うんですね。特にもう年齢も結構上がってきたんで、残された時間を、まあ、自分が世界一で一番になるっていう目に向かって何をしなきゃいけないかっていうのを考えて選んでいかないといけない。だから僕に必要なのは今は走ることじゃなくて筋トレじゃなくて肩だな、空手だなって思ってやってるんですよね。へえ、なるほどね、はい、単純じゃ
単純なことなんですよね、きっと自分にとって必要なことをやるっていう、はいはい、ね、ごく単純なことなんですけども、それをねずっとつもう毎日何時間も何時間も、そうですね、もう本当にこれはちょっと頑張りたいですよね。やっぱ好きで始めたことですし、今も大好きなんで格闘技が。そうですよね、はい、もうその大好きっていう時の笑顔がまた可愛らしくて好きですね。ね、そうなの、ホームページ拝見させていただいたら、本当に昔からも昔から強いヒーローに憧れててっていう、はい、あの熱い思いがすごく胸を打ったんですけども、お子さんとかも、あ、奥さんいます、いらっしゃるんですよね、はい、お子さんいます、そうなんだ、はい、そうなんですね。で、女の子、男の子、どっち？男の子ですね。あ、じゃあやっぱ将来はどうですかね。まあ格闘技やらせたいっていう欲求はそんなにないですけど、はい、やりたいって言ったらどうします？やりたいって言ったらもうやるしかないんじゃないですか。おお、まあ、そうですよね、反対する気はないですよね。でもなんか武術武道的なことはやらせたいかなってのありますね。あ、なるほどね、はい、あ、メッセージいただいてますよ、はい、え、あのこの絵、まるちゃんが食らってるのを6月のディープで見ましたって。6月のディープで何ですか、まるちゃんが。あと、まあ、まだまだ全然出せなかったですけどね。あの、ま、6月負けた試合なんですけど、はい、北岡選手に負けて、あの時は僕3月にその沖縄拳法を習い始めて、6月でまだまだ全然で、あ、まあ、今もまだ半年そこらなんで、にわか仕込みといえばにわか仕込みですけど、でもまあ確実にこうの伸びてはいってると思ってるんで、はい、なるほど、楽しみです。自分でもそうですよね。来てますよ、はい、菊野さんは僕のヒーローです。あー、すごいすごい。U0514 さんは、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい素敵ですね。ね、先ほどもおっしゃってましたけども、世界一になる夢があるとおっしゃってましたけども、はい、今後の夢とかね、もう早速聞いちゃいたいと思うんですけども、うん、そうですね、はい、まあ、うん、格闘技界が、まあ、今ちょっと不透明なんで、うん、よくわからないんですけども、はい、まあ、やっぱ世界で一番っていうのは目指したいですね。世界で二番目になりたくてやってるわけじゃないんで、せっかくなんで ね、やっぱり一番強くなりたい、チャンピオンベルト巻きたいですね、はい、だからでもまあもう一つ一つ勝っていくしかないし、僕が強くならない限りは、はい、1回勝っても次負けちゃうし、2回勝っても次負けちゃうんで、うん、やっぱ強くなりたいですね。すごいですよね、はい、もう皆さんも観客の皆さんも聞いてますけども、あの、ね、今までベルト、はい、ディープライト級王座、はい、とか取ってはるじゃないですか、はい、次これ狙いに行くぜみたいなベルトとかあるんですか、取ったらないかい的な、取ったらないかいっていう、それがまだわからないんですよ。もちろんディープには僕出場しますけど、僕今月ディープしますけど、はい、いつね、19日ですね、10月19日ですね。もうそうですよ、はい、で後ほどまたあの告知したいと思うんですけども、10月の19日に試合を控えてるということで、はい、ディープは僕は育ててもらったリングなんで、はい、そこのベルトっていうのは確かに欲しいのあるんですけども、まあ、今後の格闘技、まあ、日本格闘技とかがどうなるかわからないんで、うん、どこの団体のどこのベルトっていうのが言えなくて、うん、はあ、でもチャットで、はい、UFC は視野に入ってらっしゃいますかと。もちろん、うん、多分格闘家で UFC を見てない人はいないと思うんですよね、はい、やっぱり今すごくレベルが高いって言われてるところなので、うん、すごく興味あります、はい、ちなみにあの、はい、満腹さんとか森本さんとか UFC ってご存知ですか。あの今知ったかして過ごそうと思ったんですけども、はい、ごめんなさい、わからないです。なんか KFC みたいな。ひどいですね、今のは。本当に申し訳ない。UFC。森本さんはしっかりしてくださいね。アルティミットファイティングチャンピオンシップですかね。ああの、まあ、アメリカの、まあ、超今にこうレベルの高いあのでかい格闘技イベントです、はい、分かった。専門チャンネルありますよね。あります、ね、専門チャンネル知ったかしました。いや、ほんとほんと専門チャンネル、専門チャンネル UFC をすごくあの、なんだっけな、わわわわわわわで結構やりますよね。そうですよね、はい、分かりました。そうです、昔はね、あのプライドって日本で盛り上がってて日本のプライドが、まあ、世界で一番強い男を決めるステージだったんですけど、今もうアメリカに移っちゃって、はい、アメリカの UFC が今その世界で一番強い男を決めるステージになってる、そんな感じです。ありがとうございます。あとチャットいただいてます、はい、シンガポールのイベントも気になるところです。ワン FC ってところですね。まあ、今僕はまだその今後は決まってない状況なんで、はい、軽々しく言うべきではないんで、
あのとりあえず世界で一番を目指して強くなるために頑張りますとしか言えないですけど、あと目の前の試合に向けて頑張りますと。そうですよね、はい、もう目の前ってもうすぐじゃないですか、うん、それに向けてやっぱり日頃の練習より強化してるっていうこともあるんですか、試合前っていうのはどうなんですか。まあ、もちろん試合前っていうのはきつい練習もしますね、あの追い込みっていうかスタミナをつける練習で、減量もありますし。そうですよね、はい、それやっぱり奥さんに協力していただいて。そうですね、ご飯はすごく、うん、あの助かってますね。ちょっと聞いていいですか、はい、前回 の, その北岡戦で、はいはい、まあ、残念ながらちょっと判定で負けてしまって、はい、その試合の後になんかこう練習とかあの自分 の, その、ビジョンみたいなのが変わった点みたいなのありますか。そうですね、ありますよ、うん、あります。どんなところが、まあこれはちょっと試合にも出ちゃう部分なんで言えないんですけども、はい、もうじゃあ言わなくて、やっぱりですな。そうですね、勝ってほしいですからね、やっぱり。まあ切り替えっていう部分ですかね、心の切り替えっていうか。まあ、まあ、あとはじゃあ試合を見て。そうですね、結果でしか結局は語れないんで僕らは。そうですね、すいません、はい、言いづらいこと聞いてしまいました、すいません。でもね、そういったところもね逆にね、はいはい、もう優しく答えていただいて。ありがとうございます。何でも真摯に対応してください、ね、ちょっと来てますよ、はい、バリージャバか大晦日のどちらかには出られるのでしょうか。もうね、すみません、さっきから言えない、はい、言えない言えないところに。そうですね、うん、まあ、言えないんですよ実際その。なるほどね、あの解禁日とかもあるんですかね、情報解禁日。まあ正直僕もわからないですし、わからないし、こう下手にこれに出たいとか言うと他のところにも棘が立つんで。そうですね、あの、まあ、確かに、もうとりあえず、でもとりあえず今度の試合勝たないとこの話も何もなくなるんで、もう一つ一つ勝つしかないですね。そうですね、はい、あ、ちょっといただいてます。幻想を膨らませるような感じでいいのです、はい、いいのでは。頑張ります、はい、新しく開発した技が3つありますかとかでいいのは、ではいいのでは。あ、そうかそうか、今のだから僕の問いに対する答えはこういう答え。あ、なるほどなるほど、幻想を膨らませればいいんじゃないかと、そういう話です、ね、あ、なかなかすいません僕そういうのが苦手ですけど。いいですよ、ね、いいです、皆さんね、でもいろいろなアイディアを、ね、くれてありがとうございます。まあ、でもその空手を見てほしい、見てほしいって言ったらおかしいな、勝手に僕は出すものなんですけども、まあ、僕は強くなってる自信はあるんで空手で、それが結果的に面白い感じになればですね。そうですよね、でも前回の試合見てない方とかもなんかネットとかで見れたりするんですか。ありんじゃないですかね、はい、負けた試合ですけどね。まあでもね、それ以上にまたよりね、パワーアップした、はい、ね、菊野選手がね、また10月の19です、はい、なるほど。そちら場所はどちらでやられるんですか。後楽園ホールです。おお、はい、ねえ、そうですよね、奈々、ちゃんちんとかも試合は後楽園というか、なんと試合上、今は後楽園ホールでやってないですね、うん、新宿フェイスっていうとこと、ファーストリング、新規バファーストリングか、うん、ディファリア系、はい、試合をされてるんですもんね。だ、菊野選手はなんか他の選手の試合をやっぱ見に行ったりとかもするされるんですか。あの仲間の応援とかはするんですけども、うんうん、個人的にこうファンとして見るとか、うん、そういうのはあんましないタイプですね。なるほど、じゃ仲間の応援に行ったりとか。それは見ないことにしてるんですか。いや、僕はですね、あんまり人の試合を見るのが得意じゃないんです。菊野選手、そのなんか憧れの選手はそういう選手に対したことはあるんですか。いないんですよね。それも中学校高校でその柔道とかやられてたじゃないですか、はい、その頃から憧れの方はいるんですか。あ、それは例えば柔道をやってた頃は古賀さんとかですね。あ、めっちゃ一本背負いやってました、ね、やってました、はい、じゃあもうプライドとかでも憧れの人いなかった。そうですね、特に。そうなんだ、めっちゃショック。ちなみに奈々ちゃんちんはなんか憧れの選手とかいるんですか。今です。あ、もう昔でも、昔でもいいです。昔でも、昔といえばボブチャンチンとか。あ、そうか、そうか、そうでしたね、はい、ボブチャンチン、ね、まんまるが止まってるけど。すみません、ごめん、誰もわかんない。ボブチャンチン好きな女の人ってなかなかこう。どういう人なんですか。どういうボブちゃん。めっちゃハードパンチャーというか、昔のプライド本当初期の時にぽっちゃりとした体でロシア人の選手がいたんです。そういうパンチが強くてね、一撃で KO してしまう。あんまり見てないんですけど、名前が好きであるんですよ。ライドスタイル、そっから撮ってるわけですね。単純な理由もあるっていうね。そうですね、そうですよね。あ、来てますよ、はい、チャット、
新開発の技を平田さんに振らないですね。新開発まだないって言ってるし、10月19日で見に来いって。10月19の相手はリーチが長くてやりにくそう。あ、誰なんですか。岸本さんっていう選手なんですけど、大阪の方なんですけど、まあ、180センチなんですね。僕170ないんで、やばい、結構差が、身長差ありますね。どう、まあ、強い選手です。まあ、ディープで7勝1敗だったかな。7勝1敗か。めっちゃ勝ってますよ。強い。まあ、勢いのある。この間、中村大輔っていう選手に負けたんですけども、まあ、すごくディープな、まあ、強い選手ですね。ああ、じゃあそれ、あ、ごめんなさい、どうぞ。前、ちょっと、他の選手の試合をあまり見てたら、ちゃんと言いましたけど、その対戦相手の、こっそり見に行くとかないんですか。あと、まあ、岸本選手の試合を生で見たことはないんですけど、まあ、ビデオとかではショットは見ます。そうですよね。でも、あまり僕この選手に対してこうしよう、ああしようってこう、なんだろう、作戦を練って実行するのは苦手というか、自分のスタイルを、そうですね、どっちかというとそっちの方が僕は多分出る、自分が強いと思うんで。なるほどね、はい、なんかすごい、そっかそっか。なんか私とかの世界は全然また違った世界ですけど、例えばね、勝負の番組に出るとかなった時に、はい、前もってこうしてあしようかなっていうよりも、やっぱりそこの場に出て勝負、うん、あともうその場の勝負の方が、ね、やっぱりうまくいくなって思うので、いかに自分を出すかの方に集中するか、うん、そういうことですよね、はい、前もってなんか頭ごなしに考えちゃうよりもね。そうですね、僕はそういうタイプですね。もちろん研究した方がいいっていう選手もいるんですけど、たくさん中には、はい、うん、あと基本的に僕はまあ苦手なんですよ、その映像を見るとか試合見るとか、はい、僕格闘技は好きなんですけども、はい、なんていうんですか、マニアじゃないっていうんですか、ね、だから実践やるのは好きだけど見ない、評論家みたいにこうやって見るのは好きだと思うんですね。また意外な一面ですね。人を殴るのは好きなんだけど、人を殴ってんのを殴るのが好き。ちょっと、ハートが優しい。殴るのが好きで、優しいのが何なのか。全然美しくないですよ、なんか。いや、もう、極端に言えばそういうことなんですよ。なるほどね。おー、すごい。乱暴者ってことですね、じゃあね。争い者ってことね。プレイヤーでありたい。なんかこう、キクノ選手が例えば試合前とかにやってる円滑技みたいなことってあったりするんですか。あー、聞きたいですね。うん、ということは特にないということで、円滑技ではないにしも、なんかその自己啓発的なこととか、そのメンタリティのところで気をつけてることはなくないですか。僕はですね、僕無宗教なんですけども、はい、一応うちに神棚を作って、はい、毎朝起きたら嫁とこう、あ、まあ、朝じゃないな、家から出るときに、はいはい、出る前に嫁と礼をこれやって、やりますね。まあ、いつもありがとうございますっていうのは、うん、あと練習前も練習のその神棚があるんで、ジムに、あ、そうなんですね、お願いしますって、ありがとうございましたっていうのはこうやりますね。なんか自分の中でこうスイッチがいいですよね、ありがとうございましたっていうことでこう、うんうんうん、はい、オンになって、あ、オフになって、なんですかね、うん、そう、なんかいい気持ちでこう一日が、そうですよね、うん、もう常にも全体的に感謝の気持ちっていうのはもう絶対大事なことじゃないですか、ですね、基本だから、はい、でそれをまあ何かしらかアクションで表す、言葉に表すとまたいいじゃないですか。うそうですよね、はい、なるほど。だから、まあ、それはやってますね、毎日そういったことをされてるんですね、はい、夜のほら、ななちゃんちんとかも試合の前とか、なんか円滑技とかすることってあるんですか。円滑技ってあんましないんですけど、うん、逆に聞きたいのは、はい、その緊張しますか、うん、しますよ、怖いっすよ。怖いと思うこと。怖いっすか。その相手が怖いんじゃなくて、やっぱ負けて失うものってものすごいじゃないですか。まあ、僕ら本当生活もかかってますし、夢がかかってますし、たくさんの人がチケット買ってくれたりだとか、スポンサードしてくれたりだとか、僕のためにお金を払ったり時間を使ったりしてくれてるわけじゃないですか。で、勝ったらみんなものすごい喜んでくれるし、負けたらみんなものすごいこう切ない顔をしてするわけですよ。それが全てね、本当に自分で感じてしまいますからね。菊野選手って毎回すごい応援団がものすごい数来るんですよ、試合の時に。もう上、もう大げさじゃなくて、本当コーラーゲームの4分の1ぐらいも菊野応援団がいます。それは応援欲しいですけど、はい、人が言い過ぎました、すみません、はい、言い過ぎなんですね、そんなこと思いません、本当体感的にはそれぐらいの、はい、いやだから、まあ、ものすごいそのいい意味で
プレッシャーになるんだけど、それをちゃんとエネルギーにしないと、パワーに変えてね、菊野選手のパワーに変えて、みんなで一緒にみたいなね、大きな力に。だから本当それがすごいこう格闘技やってて一番こうなんですか、常にこう自分と戦うっていうか、なんていうんですかね、さっきも言いましたけど、自分のいいところを出す、集中するには、あまりそういうのに左右されちゃいけない。確かにそうですよ、そういったプレッシャーになんか自分がね左右されてたらダメだし。自分のいいところを出すっていうことに集中する。そのメンタル面なんでですけどね、質問でなんかモチベーション落ちるときとかないんですか？怪我したとか。ありますよね。モチベーションはやっぱり本当にこうなりますよ。そういうときってどうやってはります？あのですね、無茶にこう例えばモチベーション落ちてるのにきつい練習をすると、怪我したりだとかしますよ、やっぱり。集中力も欠けるんで。だからそういうときはそういうときでそういう自分を受け入れて、まあ、もう練習しないか軽い練習するとか、もう思い切って、その自分のなんていうんですか、プロデュースっていうのかな、コーディネートっていうのかな、ちゃんと自分をこう休める時も必要ってこと、いや大事ですよ、自分をちゃんとうまくコントロールしていかないと、すぐ怪我するし、それでやっても強くならないと思います、その集中してない状態で練習しても。確かに、なるほどね、そういった自分をも受け入れて。そうですね、難しいですよね。それがサボるに入っちゃいけないですけど。いや、もちろんそうですよね。なんかね、休んだらなんか負けな気がするとか、はい、なんか周りからあいつやってないなと思われそうで、分かる、あいつ全然やる気ないみたいに思われたらどうしようとか思うんですよ。そういった悩みもあるんですね。多いですよ。分かる分かる。根性がある選手が、そのやりすぎちゃって怪我をするとか、燃え尽きちゃうとか。だから本当このバランスが難しいですよね。難しい。そうなんですね、チャットでね、そういえば最近は試合中にニヤニヤ笑ってないようなって来てますよ。試合中ニヤニヤ笑ってなかったんですか？僕は試合中に笑、ね、まあ、ちゃんと笑ったのは、はい、アンドレ・ジダっていう人と試合した時だけで、はい、あとはそんなに笑ってないと思って初めて地上波で、はい、流れた時にもう 笑いながら涙が出てた。怖い、はい、いやでもなんかたまにこうムエタイの選手とかが多くないですか？こうあれは相手に余裕、あれはいや、あれは逆に、俺は余裕だって見せる。そうそうそう、逆に痩せ我慢的な部分はあるんですよ。濃いよみたいな。多分キコさん、あれはどちらかというと楽しくなっちゃったんですかね。そうですね。でもあれはちょっと本当特殊な状況だったんですよ。まあアンドレ・ジダっていうのはまず僕より寝技が弱いんですよ。で打撃でめっちゃ強いけど、はい、僕と向き合ってて、ジダがプレッシャーかかって下がっていったんですよね。それがまあ自分にとっては何ですか、楽しいわけです。そうですよ。でも街にもまた状況でもないけど、はい、そうこれでジダがもし寝技が強ければ、うん、あんな余裕じゃないんですけど、こう結構僕もまたプレッシャー感じるんですけど、はい、もう圧倒的にこう僕が寝技でも勝ってる、打撃でも勝ってるっていう、その状況がなんともこうハイになってしまう。なるほど、ハイになる。チャットでちょっとチャットで来てます、笑ってって。あ、笑顔で戦っていた、笑顔で戦っていた頃の練習は神がかり的だった。まあ、いやでも負けてますから。いや、その次の試合負けてますから僕。そうですよ、ですよ。だからまあ笑ったら強いってわけじゃなくて、まあ、あれはまあ状況が整ったっていう。状況的にね。でもそれでね、笑えるぐらいの状況にね、今後もいっぱいなしてね、10月19日も笑ってくださいね。でも本当楽しむってことはものすごい大事なことだと。逆にそうですよね、プレッシャーも何もかも忘れての楽しめる状況っていうのが一番本領発揮じゃないけども。そうですね、その本当に、まあ極端に言えば殴り合いを楽しめる状況っていうのは、殴り合いすごい状況、一番荒くれ者ですね。相手の攻撃も見えるし、はい、こっちも力が出るし、疲れないしって、もうそういう状況になるので楽しんでると。なるほど、やっぱそういう状況を作りたいですよね。すごいですね、メンタルですね。もう1日24時間中格闘技に関することはほぼ考えてらっしゃるんじゃないですか？まあ、でも確かに空手のことは結構考えますね。もう本当に繊細なものなので、空手の技術っていうのが、ちょっとした筋肉を入れるとこ抜くとことか、骨格の作りとか、そういうのが全部こう肩に含まれてるんで、そういう風に見えないですね。なんか、そうなんですけどね、大雑把にやってる感じが、大雑把と。そうですもういいです、もういいです。でもそれぐらい繊細な、繊細なんですね、はい、先生も言ってましたけど、その
石川遼君とか、はいはいはい、誰ですかあのアメリカのすごいタイガー・ウッズとか、はい、そんなにごついわけじゃないけど、はい、ものすごい飛ばすわけじゃないですか。確かにそうですよ。あれは筋力じゃなくて、まあ、極端に言えばフォームなんですよね、うん、自分の力をうまく伝えるフォーム、うん、器用に伝えてるわけですね。だそれを要は今空手の型で正しいフォーム、うん、自分の力を体重を最大限に活かせるフォームを練習してる。なるほどね。ものすごい繊細なんですよ。繊細ですね。ほとんど一緒じゃないですか、そのプロのゴルフの選手の打ち方なんて。確かに、うん、まあ、アマチュアも一緒ですよね、はい、ほとんどみんな一緒だけど、はい、違うんですよね。かすかに違う、かすかに違う。それがもう全然力に変わってくるっていう。そうなんです。そういう繊細なことを今一生懸命空手の方で、はい、まあ、こうでもないああでもないってやりながらこう高めでいってる。ちょっといただいてます。コンビニでバイトしてた頃もあの笑顔だったのでしょうか。コンビニでバイトしてたんですか。ショップ救急っていう。ああ知ってる知ってる。その時もやっぱ笑顔で接客、めっちゃ笑顔でした。たまにボコボコになってましたけど。そうですよね、はい、そうバイトとかも大変じゃないですか。誰にいじめられたのって言われたことあるんですよ。絶対いじめないでしょ。確かになんかこうね、悪党の強盗犯が来てもそのまま帰ってしまいそうな。あでも本当に変な人多かったですね。多かったですか。はい、やっぱりいろんなバイトとかもしてっていう。まあそのバイトはそのバイトだけでしたけど。そうですね、はい。今はなんとかバイトなしで。はい。あチャットいただいてます。はい。立ち技専門なんですかって。一応総合格闘家です。あの寝技もできます。柔道もやってたですし。あそうですよね、はい。師匠は寝技の達人なんで。はい、手技もやってるけど一応打撃の方が得意ですよっていうだけです。なるほど、はいはい、そんな菊野勝則選手なんですけども、ね、来たる10月19日に後楽園ホールの方で、ね、試合があるということで、はい、ね、詳しくあの見に行きたいという方とかもチケットとか、あぜひ。そうですよね、あの、まあ、僕から注文してもらえたら、うん、僕は助かります。そう、なるほど。僕にもマージンが入りますし僕の評価にもつながるんで。そうですよね。それはあの菊野選手のホームページからでよろしいんですか。僕のブログ見ていただければ、はい、書いてますんで。じゃあ皆さんぜひ菊野勝則でね、はい、検索してみてください、はい、でそちらにいろんな他の情報とかもね、はい、いろいろアップされてますもんね。そうですね。ブログだったりツイッターもやられてますからね。ツイッターだったりフェイスブックだったり、ね、ミクシーだったり。そうですね。いっぱいやってる。本当そう。この1時間でもね、全然まだお伝えしきれてないこととかもね、たくさんありますので、はい、ね、そういったことも今後もね、菊野選手のブログだったりホームページの方皆さんねご覧になってみてください。はい、ということであっという間の1時間だったんですけども、はい、笑顔が素敵すぎる菊野さん。おお、あと得意な寝技は何だろう。あ僕、はい、あそうですね、肩固めよく使いますね。お、肩固め、はい、分かる。まだ僕試合で披露したことないですけどね。あの食らったことあるんですけど。ちょっとでも10月19日に出るかもしれないですよ。出しましょう。そういうことですよね。とてもいいお話が聞けました。ねえ、そうですよね。皆さんもね、今後の菊野選手にも期待ということでね。本当あの当日は皆さんでパワーを送りましょうよ。ね。頑張ります。はい、頑張ってください。ということで、はい、皆さんどうしてでしたか。1時間あっという間でしたけども。楽しかったです。はい。痛かったです。痛かったです。もうそのね印象が確かに。ね、あのアーカイブ放送でもこちら見れますからね、殴ってるシーンを見ていないという方は明日以降またアップされますのでそちらの方もご覧になってください。ね、ということでいかがでしたでしょうか。来週もまたね、こちらの三軒茶屋のファイティング居酒屋北東北から公開生放送でお送りいたします。ね、ぜひお近くの方は遊びに来てください。もしかしたらね、あのそういったゲストの方のパンチが受けられちゃうなんていうサービスもあるかもしれないですからね、ご期待ください。はい、毎週月曜日の22時からの1時間です。格闘技の力、三軒茶屋ファイティング居酒屋北東北からお送りいたしました。はい、本日のゲストは菊野勝則選手でした。ありがとうございました。はい、それでは皆さん、来週はあの祭日ということでお休みになるので、また再来週ですね。皆さんまたお会いしましょう。せーの、バイバーイ。